おはようございます決定しですでいやーやらかしたな、森保さん。マジでやった。あれはだめ、本当にやばい。いや、なんか、もう本当にね、超えちゃいけない一戦を超えたと言いますか、もう本当最低だね、日本代表監督、森保一と JFA、日本サッカー協会は本当だめだな、ポンコツだな。 いやなんか昨日ツイッター流れてきてさ、あのー、なんだっけ、森保一が、まあ、森保氏ともう今言っちゃう、もうな全くこう、親近感感じなくなっちゃってるんで、あれなんですけど、ワクチンの CM 出てたんですよ <laughs>。テレビ流してたら回ってきたわ。テレビもにも流れてたけど、YouTube でも、YouTube で流れたいんか。なんかツイッターとかで流れてて、あのー、なんだっけ、ワクチン推進あの私打ちましたみたいな。うんで ああいう CM をさ今出すことが本当にどれだけやばいかっての分かってないのがすごいよね。そうもう何がやばいかってさあの、まあ、今2023年2月ですけどあのあれね、うんま、なんか数数さウッチ前にさウッチが1年ちょい前ぐらいか2021年の8月にあのワクチンの推奨する CM 出たんけどあの時はまあ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 。 うーんまああれもちょっと俺どうかと思うけど、まあ、あの時はしかなかったとして、まあ、今さこのタイミングって結構やっぱ今ワクチンの危険性とかあのかなり議論されてるじゃんだいぶ取り,出さ取り立たされていてで別に俺はワクチンはさ別にどうでもいいのよ全然興味ないしあの有効性とか危険性とか全然興味なくてまあもともとだって今までさインフルエンザワクチンですらあのまあ本当何十年かけて。 あの、開発されて、かい、かい、な、なに、修正されてきて、未だにワクインフルエンザワクチンですら別に重症化、まあ防げてるかもしんないけど、まあ感染防ぐ効力なんかないわけじゃん。うん、だからそれ、それ、でそれ、何十年かけてきて、ようやく今の形になってるけど、まあ、それに対してさ、コロナワクチンがさ、それを超えるような効果を1年ぐらいでさ、まあ1年そこらで開発されたものが、もう得られるわけないわけよ。うん、普通に考えたらな。だから、 ままあああ危険なののよ、あのワクチンは。別に俺はワクチンは、まああのまあ、危険なの分かってたけど、まあ、社会が正常化するための交換条件だっつって、まあ、政治家が言ってたからもうしゃあねえなと思って2回打ったけど、まあ、今はもう全く打つ気ないしうん、まあ、俺はね俺の個人の意見ですけどね全く打つメリットがないんで健康です,ですから。うん 全然、あの、興味ないんだけど、まあ、打つもわ、打たないもさ、自己責任なんでど、ど、どっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですけどね。あのー、まあ、ただ、今、このタイミングで、日本代表監督っていう肩書きをしよって、背負って、えー、政府が広報してるワクチンの広告塔として出ちゃうっていうのはこの迂闊さ。仕事の選び方が迂闊すぎるっていうのと、 で、それをさ、やっぱさ、止めるやつが JFA にいないのがね、どんだけ金積まれたの。<laughs> なあ、田島会長もさ、止めなきゃいけないと思うし、JFA のそういう広告担当のやつ絶対いるだろう。それやっちゃダメだよな、今のタイミングでな。で、やっぱ売る商品が商品じゃん。ダメだよね。だから、い自分がいい,いいなと思ったものを、まあ、売ろうとしてるかもしんないけど、それの社会的な意義だったりとか、 どんなこの表現されてるかっていうのをやっぱ考えて逆算して歌、あのやらないと、もうやってる仕事の選び方がもうクソすぎる。ああ、ほんとダメ。もう、やばいな。あ、ほしかいないのかな、JFA って。全く成長してないですね。うん。だからもう森保さんもさ、もう、そんなことやってる場合じゃないよ、あなた。あなたちゃんとサッカー監督として、日本代表監督としての仕事してほしい。<laughs> まずそこから。あ もうあんだけの日本史上最強のベストメンバーを揃えてスタ、ベストメンバー揃えて、ワールドカップベスト8行けなくって、それで満足してんじゃねえよ。なあ、ベスト16で満足すんな。行けたぞ、ベスト8。全然行けたメンバーだったと思うよ。俺史上最強だったと思うから、あのメンバー。 それであんなクソつまらんサッカーしてよく考えたらさ、まあ、逆転とかで、まあ、なんかワールドカップ効果でさなんかみんな騙されてるけどただ引いてもうほんとカウンターで一発食らったみたいなであとは引いてさもう根性でプレスかけてみたいな感じだったんですよん全然つまんなかったからねんもうちょっとなんか面白いサッカーしてくれるのかなと思ったけど進化しねえしだからあれをに騙されちゃだめなのよ我々騙されてる方も悪いから、うん 全然ダメ。やばい。本当にクソすぎる。そんな感じの感想を受けました。皆さんいかがも多いでしょうか。以上ご視聴ありがとうございました。いやーひどい。最悪。